はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮の兄貴金田ロッキーです。さあ今日はですね、5月26日から6月2日までの皆様の誕生月別占い、はい、こちらのタロットカードで運勢そのものを出しまして、出た目に対する提案はこの龍神カードで出していきたいと思います。もうなんかね、6月の声が聞こえる頃になってくるとジメジメしてきて暑くなってまいりました。雨も多くなってまいりましたけれどもね、その分アジサイが綺麗な時期なんですけれども、まあ雨やとね、もうちょっと体調が大変な人らはねかわいそうなんですけれどもね、あの低気圧が来ると頭痛くなったりね、そんなんで、まあ、もう薬でごまかさなしゃあない人はもうしゃあないのかもわかんないんですけど、まあ、ちょっと気分的なことだけぐらいやったらね、なんか、雨の日はちょっと落ち込んだり、気分が、あの体じゃなしに気分がなんか落ち込むみたいな人も多いですけれども、まあ雨の日やからできることいっぱいあるじゃないですか。まあ、僕は太陽さんさんの、ね、外で太陽浴びて、うろうろしてる方がまあ楽しいんですけれどもね、あのアジサイ寺見に行ったり、まあそんななんかいろいろチャンスはございます。雨の日のファッション楽しむとかね、はい、雨の日は、室内で映画見に行く、カラオケ、しに行く、ゲーム楽しむ、まあいろいろあると思いますので、まあそうやってねポジティブに考えれば、まあ雨の日も過ごせるのかなと、ちょっと体調がこう落ちちゃう人はちょっとかわいそうなんですけれどもね、はい、まあそれもね針で改善されるとかね、あとまあ足裏マッサージで治ったいう人もいますしね、ちょっと東洋医学もねいろいろ試してみてください。はい、そんな感じでございまして、早速占っていきたいと思います。はい、ではこの出た目に対する提案はこちらの龍神カードで出していきたいと思います。はい、すべて出揃いました。解説していきます。1月生まれの方、スターのカードの聖地と権竜、今決断の時のカードが出ております。スター、星がキラキラ輝いて希望が見えてくる、希望見えてくるっていうのは、まあ、この方針ではこの道進んでいく、僕の選択肢は間違ってないわ、まあ、やるかやらないか今決断の時もそのまんまですよね。もうあの手相でね、お子ちゃません夢語るの好き子ちゃんせんってあるんですけれども、夢語ってる時が人間ね、あの一番楽しいんですけれども、はい、それ通り越して、自分で決断して前に進んでいく、どっかに、例えば上京しないと、芸能とかやってやっぱり上京しないとできないとかね、そんなやっぱりいろいろあると思いますので、勇気を持って決断して前に進む、はい、あの選択肢はそれで間違ってないと思いますので、はい、前に進む、今決断の時です。はい、2月生まれの方、愚者のカードの聖地と龍神カードが火竜、新しい才能が開花でございます。前には進めます。ただ油断してた崖から落ちるし、犬にかぶられるでなんですよね。油断しないように一歩ずつ道こうね、足元踏みしめて、前に進んでいっていただきたいんですけど、そうすることによって見えてくることってたくさんありますし、新しい魅力も、あの新しい道筋というか、なんというかね、はい、やっぱり出ていかないとわからないこといっぱいありますし、まあ、1月とよく似てますよね、うん、でそれで見えてきたことを開花させていく努力、うん、していかないといけないわけで、まあ、今もいろいろ回ってて、もう具体的にね、で10がゴールなら9、8、9ぐらいまで来てるなら、もういろんなことが起こってくるでしょうから、大きいことがね、それに乗っていけばいいと思いますし、まあ、そこの位置まで行くからこそ新しいこの魅力っていうのも出てくると思いますので、はい、そんな感じでね頑張ってやっていったらいいと思います。はい、3月生まれの方、太陽さんさんのカードと龍神カード、交流いざスタートのカードが出ております。まあね、本当に太陽さんさん楽しいいい時で、まあ
スタートとしてはいい状態なんじゃないですかね。それかまあもう1月2月3月よう似てますよね。ある程度まで来てて、そこからさらに大きいことを始める、うん、勇気も出さないといけないですし、そこまで来てるからこそ大きなことができる、はい、そういうふうにも捉えられますので、うん、ビビってたら何もね、できないですし、でそうでちょっとビビり線みたいなのもあったりするんですけれどもね、まあ、そういう人はもうちょっとビビったらやる。で僕もやっぱりそのビビりがこうね先立っちゃってやってなくて後悔してて、いつまでたったってあたふたしてるような人間ね、何人か見てきてますのでね、うん、やってやっぱり後悔することはないので、うん、やるは一時の恥、やらぬは一生の恥になりますからね、はい、その辺も勇気を持って前に踏み出しましょう。いい時なので、流れに乗ってやってください。はい、4月生まれの方、恋人のカードの政治と友人カードが源流、未来は約束されているのカードが出ております。1,2,3,4 本当よう似てますわ。でこれいいものいい人出会いますので、人だけじゃない、恋人だけじゃなし、恋人のカードですけれどもね、いいものいい人いい案件、はい、あなたがもうやろうとしていることはそれで、いいですし、未来は約束されてますので、今日なんか一番いいぐらいじゃん、もうすごいいいですよね。はい、でもその選択肢で間違っていないので、ただやるべきことはやらないとダメですよ。まあ運気流れに乗っちゃっていいのでね。はい、そんな感じで、まあいいものとは出会ってます。いい人とは出会ってます。それをどう生かして成功につなげていくか、収入につなげていくか、それはもう自分で考えないといけない。出会った人たちと話し合ってやっていかないといけない。はい、もうやるべきことはやらないといけないですけれどもね。はい、運気には助けられると思います。5月生まれの方、強行のカードの逆位置と双流、他人に頼るのカードが出ております。ちょっと物事、あなたがやろうとしているメインのことを、成り立たない部分があるかもわかんないですけれども、こういう時こそ自分で悩まずに、人の意見を取り入れて、それで結構なんか助けてくれたりね、いい方法が見つかったりということは多々ありますので、はい、自分一人ではあれ考えすぎずに、まあ、恥ずかしがらずにと言いますか、なんというか、はい、そんな感じでね、人から意見を聞いて、まあ、その方法を探る、うん、助けてくれる人を探す、恥ずかしがらずにね、どん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 出ていって、ちょっと人の力を借りてみてください。方法、必ず見つかると思います。6月生まれの方、女強行の政治と友人カードが放流、まずはチャレンジのカードが出ております。これね、5月とちょっと、5月のこの双流と似てるんですけれども、これが本当に他人に頼るのカードなんですよ。自分一人で悩まずに方法を見つけてください。ネットを見る、本を、ね、書物ひも解く、先輩先生、自分の信頼を受ける人からね、こう方法を、聞くという助けを、いただく。でこれが交流、まずはチャレンジで、その方法、どうなのって思うことでも、ちょっとまずはもうやってみてくださいね、うん、自分の置かれている状況を打破、しなければいけない。悪い状況じゃなくても、いい状況でもさらに上に行くにはね、あ、これちょっとやってみようかっていうことをね、うん、やってみる。昔で言ったら小林幸子さん、ちょっとまあ知的で紅白も落選してどうしようかって思う時にね、あの人なんかもう今ネットの時代や、言ってあんななんかニコニコ生放送とか出だしてね、あと本で千本桜カバーしてそれがバズったりね、あの人が考えたのかスタッフが考えたのかすごいですよね。やろうとする精神すごいですよね。だからそういうことです、はい、自分でちょっと納得いかんことかもわかんないですけど、時代はそうなってるかもわからないので、うん、やったことがバズることはもう多々ございますので、はい、そんな感じでやっていきましょう。はい、7月生まれの方、吊り下げられた男の逆位置と友人カードが天竜、伸びやかな成長のカードが出ております。これね、こう出てる方が吊り下げられててまだ我慢の状態なんですよ。逆出てると立ち上がって前に進めますなんで、で、伸びやかに成長していく、はい、まずはもう立ち上がったんですから進んでいく、進んでいってどうやっていくか、それはもう自分で考えないといけないんでね、やっていけば、まあ、いろんな人と出会う、運気も助けてくれる、うん、絶対ね、人間ってこう波あるんでね、運気もね、はい、いい時に生きた時にどんだけの努力をしてて、その運気の波に乗れるか、その来たチャンスつかめるかどうかになると思いますので、はい、前には進めます。運気にも助けられます。成長もしていきます。はい、そんな感じで進んでいきましょう。
はい、8月生まれの方、力のカードの聖地と友人カードが潮流、自分らしく生きるための兆しのカードが出ております。これちょっとまだ我慢の時期なんですよ。ライオンを押さえつけててね、手離したらライオン暴れ出して噛まれてしまいますので、はい、ちょっと我慢の時期なんですけれども、これ乗り越えて、そこでこう物事を考えることによって、で例えばあんまり良くない状況でもそれどうしようか打破しようと動くわけでしょ。そしたら考える力もつくし、自分の見聞視野も広がるし、で動く分なんていうかこう行動力も身につくんですよ、はい。で、それ乗り越えた結果、自分が成長して、いい方向に動き出すっていうこと多々ありますね。ちょっと我慢の時期かもわかんないですけれどね、これ乗り越えたことによって絶対いい方向には動き出すというのを自分で信じてね、はい、ここはちょっと我慢のしどきかもわかんないですけれども乗り越えてください。9月生まれの方、ジャスティス正義のカードの聖地と龍神カード、輪流、完成した物事が始動する時のカードが出ております。バランス取れてる、これ天秤のカードなんですよね。2つのこと、2つ3つのことやってもいい。であと、まあ恋愛とかでね、これもう今二股三股選ばれへんいう時はもうとりあえずそれでええわと、物事は自然にやっぱり一つの方に動き出すと思いますのでね、はい、そんな感じで、まあいい時期には来ておりますし、まあ大谷で言うたら二刀流完成する、はい、それを楽しんどけばええわけですし、あかんようになる時はもうどっちか大谷選手でさえも選ばなあかん時は来ますのでね、うん、だからこれでピッチャーもしね、復活できへんにやったらもうこれ以上できへんかもわからへんし、本人はね絶対これ出るんですよ、二刀流にこだわってるんですけども、現実としてちょっともう大変なんかもわからへんし、調子に戻る、まあ時間かけてやらな、焦ってもしゃあないことなんでしょうけれども、二刀流にこだわる方は時間かけてそれにこだわっていったらいいと思いますし、はい、2つのことやることによってこう なんていうか、あと心身のバランスが取れてこういい方向完成されていくっていうふうにも取りますしね、2つ3つのことを続けてそれで、成り立っていくというふうにも捉えられますしね、うん、僕で言ったらその占い師やること、空手もやってますけれど、本気でやってますけれども、まあこう心と体鍛えないといけない、元気じゃないとあかんからね、自分がお客さん元気しないといけないんで、はい。で、あとやっぱり僕の弟子とかも言うんですけど、お客さんから悪いエネルギーもらうとか言うんですけど、僕心と体鍛えてるからそんなもらうことも全部跳ねのけられるんですよ、うん、だからそんな感じでこんなでね、やっぱり空手と占いバランス取れてるみたいな感じで、それでもう完成されてますからそれでいいんですよ、はい。そんな感じでちょっと2つ3つのことをやっていくんやったらもうそのままやっていったらいいですし、はい、ちょっとまあいろいろ方法をね考えてみてください。はい、10月生まれの方、忍者のカードの逆位置と龍神カードは随流、ありえない奇跡が起こる。これこう出てるよりもこう出てたらちょっと時間かかるで、暗闇もうちょい続く例なんですけど、逆出てるからね、時間かからずに物事好転していく、そしてありえない奇跡が起こる、うん、やっぱりね奇跡に助けられること、うん、神頼みしてほんまにそれが起こって助けられた、僕もそういうこと多々ありますからね、うん、そこでもうビビってこう立ち止まっていずに、もうその起こったことを掴んで、乗っちゃったらいいと思いますので、はい、まあそんな感じでね、いい時期にはなってまいります。自分で、それを掴んで、波に乗って、うん、見切り発進でもいいんでね、ちょっと前に進んでいってください。11月生まれの方、女帝のカードの聖域と龍神カードが交流、苦手意識をなくすのカードが出ております。お金大丈夫、充実してる、ただちょっとこう上に物事回り出してきたからこそ見えてくる部分もあると思いますのでね、まあこのままいったらちょっと良くないなぁいう部分をこう、いろいろとね、処分していったり改善していったり、そういう部分は必要なのじゃないでしょうか。見えてくることによって、まあ、表面化し やって結果がついてきたからこそ、まあ、楽しいからこそ、うまくいってるからこそ見えてくる悪い部分をねちょっと端折ったり改善していってみてください。そしたらさらに、状況は良くなります。はい、12月生まれの方、タワーのカードの逆位置と龍神カードが雲流、あなたは見守られているのカードが出ております。
これね、トラブル、まあこう出てるよりトラブル、逆なんで小なんですけれども、まあいろんな人が助けてくれますし、まあ、なんていうか、やっぱりね、目に見えないもので助けられることを、運気に助けられるわ、これ絶対俺守られてるわ、事故りかけて死にそうな時に寸前の差で助かったりね、うん、やっぱり手のひなに手相に神秘十字仏眼みたいな相出てる人って結構そうなったりしますからね、はい、そんな感じでございまして、まあそこはちょっと安心感、保険として持ってる私は大丈夫、なんとかなるんや、ほんまなんとかなる、僕なんか人生ね、こんなやっぱり、バリバリ冒険せなあかん世界で生きてますけれども、なんとかなってますので、いろんなものに助けられてます、助けていただいてますので、具体的にいろんな人から助けられたりもありますしね、はい、そんな感じでございまして、はい、見守られておりますので、はい、まあ焦らずやるべきことはやって、前に進んでいけば大丈夫やと思います。はい、そんな感じでございまして、まあね、ちょっと雨もぼちぼち出てきましたけど、晴れた日は気持ちよくてね、まあいろんなことを気分よくできると思いますので、はい、体調管理だけ気をつけて、まあやっぱりね、雨降って気温急に下がったりもしますのでね、まだここで風邪ひいたりということもございますので、皆さんご自愛くださいませ。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。